天空橋駅は東京都大田区羽田空港一丁目にある京浜急行電鉄東京モノレールの駅である。駅番号は京急空港線は KK15 東京モノレール羽田空港線は MO07 がそれぞれ付与されている。現在の駅の名称は近くのエビド川に架か,かる人道橋、天空橋に由来している。東駅及び前進となった駅は長年京急としては 羽田空港の最寄り駅で空港ターミナルへのアクセス駅と設定されながら、それが有効に機能しなかった歴史を持つ、東京国際空港ターミナルビルの沖合移転に伴う空港線の延伸以前に存在していた、旧羽田空港駅を同線の地下延伸路線上に移転、解消する形で1993年に羽田駅の名称にて事実上復活させたものである。なお、 正確には移転、解消ではなく、羽田空港駅を廃止しこの駅を新駅扱いとした、天空橋駅に駅名を変更する前は、空港線の終着駅だった、当駅の前身である、羽田空港駅は1956年に開設され、現在の駅より約200メートル京急蒲田駅方向、海老ト川の対岸付近の大田区羽田5丁目に位置する地上駅であり、 東京国際空港が沖合に移転する以前の旧空港ターミナルへのアクセス駅となっていた。だが実態は、地理に不安内な,な乗客が駅名を頼りに降り立って、川を隔てて遥か彼方の羽田空港を眺めて、呆然とするというものであり、加えて、当時の空港線がほぼ終日京急かまた、羽田空港間折り返しの普通列車のみというダイヤで、空港アクセスには全くと言っていいほど役に、 立となかった。一時は、旧羽田空港駅から、旧空港ターミナルへの連絡バスが設定、運行されていた時期もあったが、それも利用者がつかずに短期間で廃止された。その後1980年代に入り、羽田空港の沖合移転計画が具体化した頃から、強小な駅前広場に入れるマイクロバスにより、再開され、昼間は1時間に1本の割合で運行された。 羽田空港の沖合移転に伴う空港アクセス路線確保の一環として、1991年1月16日に穴森稲荷羽田空港間の営業を一旦休止の上、1993年3月31日に初代羽田空港駅を廃止、翌4月1日に再度空港島に乗り入れ現在の位置に羽田駅を新設した。また、 旧羽田空港駅周辺住民の利便を図って、エビトリ川に架けられた人道橋は、地元からの工房で、天空橋と名付けられ、同日に開通した。なお、旧羽田空港駅の跡地は駐車場とされた。それ以前に比べると、空港アクセスの手段としての利便性が増した。しかし、もともとが、東京モノレールへの乗り換えによる、空港アクセスを前提とした、新ターミナルビル。 ビッグバード直下乗り入れまでの暫定アクセス駅という扱いであり、旧空港ターミナルへは循環バス、ビッグバード開業後は東京モノレールにそれぞれ乗り換えることを余儀なくされた。1998年に羽田空港駅が開業すると同駅に空港アクセス駅としての役割を譲り、現行の天空橋駅に解消、東京モノレールへの乗り換え口も縮小された。 京急の公式では1993年4月1日に新設とされている。また公式サイト上の天空橋駅の説明でも同日開業との書き方をしている。なお、当駅が設置される前の歌唱駅名は羽田空港口駅である。遠隔、編集東京国際空港ターミナルビルの沖合移転に伴う路線の延伸以前に存在していた旧羽田駅を移設、解消したものである。 それ以前は終点であり、沖合移転前の羽田空港旅客ターミナルの地下に設置された空港連絡駅だった。現在の整備場駅から空港方面へ至る地下入り口の東側に同様の旧駅までの地下の入り口があったが、移設後は埋められ、空き地となっている。整備場駅から旧羽田駅間は単線だった。遠隔、編集東京国際空港敷地内の南西側の 地下に位置し、両線とも、現在地での開業時の駅名は、羽田を名乗っていた。その後、京急空港線が、羽田空港駅まで、延伸開業した際に、現行の駅名に解消された。解消された理由は、旅客ターミナル最寄り駅であるとの勘違いを避けるためで、東京モノレールの整備場駅や、新整備場駅と同様に、空港敷地内にありながら、羽田、空港の後を使用しない。 京急東京モノレールともに独立した駅舎を持っているが、乗り換え専用改札口が2カ所ある。ただし、それぞれの羽田空港方面ホームを直接結ぶ、改札口は午前7時から午前11時までの営業で、それ以外は、京急線改札外と東京モノレール、浜松町方面ホームを結ぶ連絡口のみの乗り換えとなる。なお、京急空港線が、 羽田空港まで延伸される前は2カ所とも終日営業していた。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地下駅。ホーム部分は空をイメージした青いタイル壁面とされている。羽田空港まで延伸される前までは1番線が校舎ホーム、2番線が乗車ホームであり、その先に渡り線と2本の折り返し線を設置していた。2番線には発車表も設置されていた。その後、 羽田空港延伸後は渡り線の使用を中止し、折り返し線も本線として使われるようになったため、各ホームに列車接近案内装置が設置された。京急線構内では NTT ドコモのドコモ iFi、NTT 東日本のフレッツスポットの無線 LAN が使用可能。2012年8月現在、UQ コミュニケーションズのワイマ m a x も使用可能。エスカレーターは各。 ホーム及び各出口に1台ずつ設置済みエレベーターについては各ホーム及び A1 出口のみ設置済み B1 階には多機能トイレ設置済み京急線改札口にあった旧出札窓口は駅構内改良工事に伴い撤去された乗り場編集ホーム相対式ホーム2面2線を有する地下駅東京モノレールの駅舎は 飛行機のジェットエンジンをモチーフとした設計とされている。羽田空港まで延伸に伴う移転前は、島式ホーム一面二線を有する地下駅だった。東京モノレールの駅構内には一切、エレベーター、エスカレーターはなし、スロープのみ、B1 階京急電鉄連絡口にある。乗り場、編集近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。開業以降の1日平均乗車人員は、 下表の通りである東京国際空港も山椒駅は羽田空港の敷地内にある。東駅周辺はビーカス走路に近く、第二次世界大戦後の GHQ による立ちのき政策などの影響などにより、エビトリガワイ島に民家はない。北方には各社の整備場や処理施設が多く存在し、東方には 沖合展開事業による滑走路の移転の影響で約53ヘクタールに及ぶさらちが広がっている。大田区はこの区域を羽田空港跡地利用計画として整備することを定めており、当駅周辺はその第一ゾーンとして産業支援、文化、交流及び多目的、現在その一部は災害時避難場所に指定されている。かつては駅の東側に 羽田東急ホテルや日本航空オペレーションセンターがあったが、羽田空港第2旅客ターミナルの開業による移転で閉館した。駅から南には空港入り口バス停がある。京浜急行電鉄空港線エアポート開特、開特通貨特急、エアポート急行、普通穴森稲荷駅、天空橋駅羽田空港第3ターミナル駅、東京モノレール、東京モノレール、ありがとうございます。